じゃあ撮ってきまーす。はい、お願いします。これから帰りますね。これから帰りますね。サブンレモン寄ってよかったです。うん、おしっこして、そう、よしよしてカレーをさ、作る時ってさ、はい、前作ってくれたカレーだったじゃない、はい、あれってさ、作るのにどれぐらい、何時間ぐらいかかったの？ああ、それはもう、ジンジャーペーストとか自分で作って、うん、1時間ぐらいかな。あ、でも1時間ぐらいで作れちゃうんだ。うん、スパイスが全部用意してあれば、うん、30分でもいいし。ああ。普段はさ、日本の米食ってるわけでしょ？はい。スーパーで買ってきて。スーパーで買ってきて。でもたまにやっぱりあの細長いやつ食いたくなる。そうそう、たまに。米はインドの米あるから。うん。最近カレーもあまり食べてないし飽きてきたから飽き日本なんか違うあれが食いたくなっちゃう。あ、そういう、あと最近は体がコロストールが多かったから、あ、うん、あ言ってたね、うん、運動をやって、シックスパックにシックスパック作るために運動もやってるから、3食カレー食べると、うん、絶対できないから。あ、そうなの。インドの人あんまりそういないの？シックスパックでカレー。今いる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 。カレー食っててさ。カレー食っててもスポーツがやっていると、あ、それはバランスがなりますけど、私は何も仕事しかやってないから、ちょっとカレーを食べるのをちょっと少なくして、ハンバーグとか、はいはい、パスタとか、うん、牛乳ミルクとか、あと牛乳とミルク一緒のパンと。これさ、でも日本の気候に慣れちゃったらさ、インド帰った時めちゃめちゃ暑そうじゃない？そう、暑そうですね。ねでもインドに戻っては半年ぐらいはちょっと大変かもしれない。ああ、慣れる。半年慣れると、うん、乗ると寝れる。うん、ね、日本来た時やっぱ寒く感じた？ああ、寒い。今も冬は寒いです。寒すぎる。冬はね。寒すぎて。え、何月に？4月に来た？4月、そう、4月。寒かった。寒かった。その4月の寒かった。その時インドは何度だったの？その時はインドは50度ぐらい。夏のその前だから。うん、38か37、40度の近い。ああ、40度近い感じで日本に来て、うん、20度もないもんね、4月。うん、そう、すごい寒かったよと私は。いや、優しいもん。私はインドから、うん、その暑くても、うんうん、それで来て暑かったから、これ大家のコートを脱いで来たんだけど、うんうん、日本に初めて、うん、飛行機から降り立ったけど、うん、すごい寒くてすぐ来ちゃったんですよ。ことそのぐらい寒かったんです。うん、あ、でも前情報で日本はインドより寒いってのを分かってたから、すぐ来てた、うん、来たってことね。そうです。うん、あとあれがとか毛布とかインドから持ってきました。寒い。インドでも毛布とか。ってあんだね。ありますが、ありますね。暑くないの？だって寝るとき毛布使ってて。ちょっと薄い毛布。ああ、薄めて。薄いのじゃ物足んなかったでしょ。足りなかった、足りなかった。それはインドのあれが一番暑い毛布だけど、うんうん、ここはそれかけても、ダメだった。寒さが強かったから。うん、インドは南の冬は17度ぐらい、ちょっと寒いかも。うん、本当。そっか、まあ、17度ぐらいなんだ。そしたらやっぱ日本寒いよね。0度とかね。そうそう、マイナス17度あっても、感じるのは21度とか22度か。はいはいはい、はい。感じるのは。インド人も汗もなんか、スパイスの匂い。しますかって日本人が聞かれたことある。なになんかインド人の親はスパイスの匂いするって。インド人の親？インド人の匂い、うんうん、匂いはスパイスの匂いする。はい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 、はい、うん、体の匂い、うん、
だから三色カレーだからね。三色カレーだから。毎回毎日。三色カレーだからもう染みつくね。昼食はあれがな、米とかなんとかチャパティ、うん、それを買い詰めてるから、うん、あれがな、あのカレーは買えない。はい、一緒。面白いね。面白いね。なんかもう、あれカレーってスープっていう感覚？あ、カレーはあのおかず？カレーってスープじゃない？カレーはえ？おかずの感覚なの？それともスープの感覚？スープだったら、ほら日本人で言ったらさ、ほら味噌汁みたいな感覚になるわけじゃない？前ほらご飯と一緒にこう。そう、スープと一緒に食べると毎回ほらスープの感じですね。毎回食べるってなるさ。そうスープの感じ。カレーだ、あの米だっても、うん、カレーは何だってもカレーだから、うん、スープの感じですね。でも香辛料あれだよね、日本人の感覚で言ったら味噌みたいな感じだよね。うん、そうです。味噌もさ、今はちょっとコロナのあれでさ、あれだけど、なんかほら、味噌とか醤油とかさ、醤油ってインドにもあるの？ああ、醤油は、うん、あります。醤油のさ、なんか作る工場見学とかあるんだよね。ソイソース作りの。そう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 。ソヤソースはそういう醤油ですね。インドになくて日本にあった調味料って何？インドになくて日本に調味料、うん、なんかフィリピンの人はあの日本で味の素って知ってる？味の素、うん、インドにもありますよ。そうフィリピンの人は味の素もうフィリピンにあったんだけど、はい、日本に来て味の素が日本でできてるって初めて知ったらしいの。ああ、味の素インドにもあります、うん、ベーキングソーダもあります。なんだろうね、スパイス。日本のスパイスは何ですか？スパイス、うん、日本の調味料スパイス、わさび。あ、わさびはインドの、ね、うん、わさびはうん、わさびかな。あとはタマケとかが全部ありますね。スパイスに入るのかどうかわかんないけど、やっぱわさびはスパイスには漬物じゃないですか。漬物、うん、なんかね、水の中で育てるんだよね、わさびって、うんうんうん、綺麗な水でその水温が一年中ある程度一定じゃないとダメなんで、うん、で水が綺麗じゃないと育たないんだよね。わさび、うん、でわさびって結構繊細な食べ物で、うん、あれなんで植物でさ、うーん、綺麗な植物イメージですね。そう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 、あのなんか栽培してるところであの水のほら石とかあるでしょ。あ、はい、あそこに苔とかがあんまり生えてるとダメなんだって。だからあのわさび育てるとき苔取ったりとか、石についてる苔取ったりとかして綺麗にした水の中じゃないと、あ、育てる、あ、育たない。日本だと静岡とかがね、あの、うん、名産地なんだけど、うん、産地なんだけどさ、スーパーにある食べ物は大体食べた？スーパーにあるものは、はい、大体気になるのを買って、気になるものを買って、うん、最近のあのスルメイカもカレーも作ってみて美味しかったし、うんうん、気になるものは買って作ってみて、うん、気になるものを買って大体カレーにしちゃうの？カレー作、そのままも食べる？あ、そのまま食べない。あ、そのまま食べない？そのまま食べない。そのまま食べない。だってスルメイカってそのまま食う。え、そうなんですか？そうだよ。え、生でスルメイカでしょ？あ、スルメイカってあの乾燥してないやつ？乾燥してないやつ。あ、はいはいはい、生の、ね、生のあれが、うん、乾燥だったらそのまま、うんうん、でも生で食えるやつもあるじゃん。あ、イカは生で、私たち、私はダメ。いや、食べたことないし。あ、じゃあ今度食べようよ、うん、イカ。なんかビデオで見たね、動いてる。ああ、あれはね、お店でやられないとあれかな。あ、それ面白い。刺身になってるやつは食べてない。あ、なんか食べてない。食べてない。じゃあ今度食べよう、イカ、うん、イカの刺身ね。ない、イカの刺身。
イカの刺身もさ、なんかイカの種類によってさ、全然感触が違うんだよ。ああ、イカもいっぱいあの種類あるからね。うん、スルメか、イカ、アクトバス。うん、オクトパスは食べた？アクトパスは食べました。食べた。生のやつも食べた？生は食べない。生は魚しか食べてないんです。ああ、そうなんだ。じゃあ、寿司とか。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、今度あの、オクトパスとかね。クラーケンとか。あと、うん、バニック、バニックは一回食べました。ああ、バニックね。うん、バニックの、あれが生。馬刺しね。うん。美味しかった。うん。生はね、なかなかインド人なかったよ。全く食べないんですね。そっか。生で食べるものは野菜と卵ぐらいかな。はい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 。うん。生で。あ、でも卵食べんだ。生卵はあの、シックスパック作る人は、うん、運動、あの、ジムやってる人は生でボクボクボク飲んで。あ、う、あ、ん。私飲んだことあります。え、お腹空いた？え？え？え？誰誰？マイさん、本当？すげえな。あ、幼稚ですね。バラジのお家覚えてるよ。覚えてるって。覚えてます？夢で見たよ。夢で見ただって。夢で？夢で見たって、バラジの家。バラジのお家はどんなお家だったの？どんな夢で？お家だったんですか？あなたの夢で。え？どんなお家だったの？マーチャーはね、うん、化粧とかあるかなって思ったの？お化粧とかあるかなって思ったの？お化粧はない、うん、お化粧するとこはないな、ないですね、うん、男性だから、うん、そう、やっぱりさ、タコとかイカってさ、はい、あれなの、あんま食べる気にはなんないもんなの？そういうわけじゃないね。タコフライもインドにもある。ああ、そうなんだ。タコカリも、タコカレーもあります。何でもカレーに作っちゃうから。そっか。生で食うのがないんだね。タコはね、吸盤とかコリコリしててうまいよ。この手のこうあるじゃん、こう。あれがうまい。あれがうまい。うん、刺身以外に、あとはそれ系以外で食ったことないのは、もちはなんか食ってあれだっつってたじゃん。もち、そのままな。そのまま食ってって言ってたじゃん。そう、分からなくて。ガリガリガリ硬いっつって、硬くて、どうやって日本人がそんな硬いものを食べてるかなと思って思いながら食べちゃったんだけど、うん、次の日は職場、職ないとと仲間と、うん、ちょっと相談して、何も味はなかったんだけどと言ったら、うんうん、どうやって食べたんですか、そんなものを食べたんって言ったら、うんうん、違うよそれは、そのとちゃんとあれが柔らかくして、海苔で巻いて、醤油かけて、それは正しい食べ方ですよ。今食べてる。面白かった。茶碗蒸しとか食べた？茶碗？茶碗蒸し。茶碗蒸し。うん。いや食べてないんです。食べたことない。はい、茶碗蒸し。茶碗蒸しはね、はい、お寿司屋さんとかに置いてるね。だからプリン作るの、プリン。プリンは知ってるでしょ、知ってる、はい、プリンみたいな作り方なんだよ。作り方はプリンに似てるんだけど、はい、プリンは甘いじゃん。甘い。あれのしょっぱいバージョンみたいな感じ。あー、しょうし。プリンもほら、蒸すでしょ。うん、そうそう、蒸してる。うん、そんな感じで蒸すんだけど、うん、具材が、何？魚の切り身だったりとか、チキンだったりとか、うん、しょっぱい系を入れるんだよね。トイレ行きたい。トイレ行きたい、待って。ちょっと。ここでまさかのトイレ。うん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 。ムービーが、ムービーが。ああ、ムービーが。痛い痛い。よいしょ。
じゃあここで一回海飛べまーす。